こんにちは、広瀬です。清水です。早口経済ニュースです。今日のテーマはロボットアドバイザーです。清水さんの専門分野というか宣伝来ましたね。ありがとうございます、まあ、運用されている方はですね、最近よく聞くようになったかもしれませんけれども、やったことあります？清水さんの会社にやらせていただきました。ありがとうございます、このロボットアドバイザーというものなんですけれども、まあ、ロボットということで機械が資産運用のアドバイスをしてくれるというものですね。ロボットアドバイザーって定義がよく分かんなくて、ポートフォリオの提案をしてくれるものもあれば、ファンドマネージャーの代わりをしているものもあるじゃないですか、はい、なんかそこら辺が言葉の整理がされてないような気がするんですよね。そうですね。まずロボットというんですけれども、オンライン化されているとかアプリ化されているとか、まあ、そういうものを全部流行りに乗っかってロボットということが多いような気がしますね。ぶっちゃけ曖昧ですなるほど。投資をするときって目標を決めて、資産配分を決めて、銘柄を決めて、どこで売買するか決めて、で実際に運用して利益を確定して見直すっていうプロセスを踏むじゃないですか。このどの部分をロボットが代替するかというと、そうですね、大きく分けて2つありまして、1個が全部やるっていう話ですと、うんうんうん、でこれ一任っていうんですけれども、お金預かるんで全部やりますよっていうタイプがこれですね。でもう1個がアドバイスのタイプでして、これはスポットスポットでここだけやります、ここだけやりますっていう、そういうバラでアドバイスするタイプです。とはいえ、どちらもこのアドバイスのところをシステム化していて、データ入力したら勝手にアドバイスを弾いてくれる、アドバイスしてくれるっていうタイプですと。まあ、ただ正直ロボットだから投資がうまくいくとかそういうことは一切なくて、そんなでうまくいくならみんなやってますよねっていう話です。そうですよね結果はともかくコストは今までよりも低くなるのかなという気はするんです、うん、今はロボットでも高いような気はするんですけど、その部分で強みはあるんですよね。まあ、そうですね。今までこういうアドバイス機械じゃなくてその人がやってくれてましたと。ただ機械になったんで安くはなりました。ただそれでもアメリカよりも日本の方がまだまだ高いと言われてます。なので、まあ、近い将来もっと手数料競争が激しくなって、手数料もっと安くなるんじゃないかなというふうに思いますね、うん。まあ、ちなみにうちの会社もちょっと変わったロボットアドバイザー出してまして、まあ、家庭教師タイプのロボットアドバイザーになってます。お金預からないんです。ただ全部アドバイスしますよ、でしかもアドバイス無料ですよというタイプです。で海に遊びに行くときとか天気予報見ますよね。で、台風来そうだったら海行かないじゃないですか。で波が高いと海に行かないとか、サメが出ると海で泳がないとかあるじゃないですか。まあ、マーケットも同じで、なんでこんな危ないときに投資するんですかとかっていうのを、まあ、大きな流れを伝えていこうかなと思っていますと。で人工知能も使いながら、こういう時は危ない、こういう時は大丈夫っていうアルゴリズムを開発してまして、アドバイスの精度を高めています。なので、まあ、アドバイスただなんでぜひ見てみてください。よろしくお願いしますでもこれって証券会社とか銀行の仕事と重複しますよね。まあちょっと一部、はい、まさにこうロボットにとって代わられる可能性のある業務なのかなと思って、とても恐怖感があるんですけど、とはいえ、まあ、対面でしか提供できないものもきっとあるはずなので、当面は競争よりも共生を希望しますので、よろしくお願いします。まあ、競争したいわけじゃないんでまだまだ零細企業なんで潰さないでください。はい、ではこの辺で今日はありがとうございました。ありがとうございました。